皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、餃子チャーハンの作り方、これいってみようじゃありませんか。はい、こちらですね、最近よくスーパーでね、10個入って100円の生餃子ですね。しかも今日半額でした。やり50円よこれね。はい、それでは早速ね、パッカリーナとねやってまいりましょう。まず餃子チャーハンなんですが、このタレは今日はね使いません。あ、そしてじゃあまあフライパンにね、少し添加していきますか。よく水気が終わったらゴミアビーラですね。はい、ゴミアビーラ、カタビリーラですね。はい、ごま油をね少々引いていきましょう。そしてあとはね、こういつもの餃子を焼くような感じね、これでやってまいりましょう。はい、よくなじませて、なじませて、なじみんこですねこれ。はい、そうしたらね、もうちょっと手が熱くなっちゃうからね、これちょっと一回弱火にしましょうね。ちょっとギョバーッと熱くなっちゃって、水が入ってるとこう熱くなっちゃって、水が入っているとこういうことになりますのでね、必ず水気は拭き取っていきましょう。はい、こんな感じです。はい、そうしたらまずこの餃子ですね、一つはこの黄金だしが入った鍋にぼっちゃん、あ、これでもうスープできちゃうから、おお、ちょっともう火止めちゃうよこれ。いや、はい、そうしたらあとはね、いつものように餃子を並べリーナーですね。はい、並べリーナーとしていきましょう。はい、こんな感じで、4つチャーハンの具にしますかね。はい、そんで4つは焼き餃子ね、チャーハン餃子セットでございます。するパワー、あ、4個、あ、1個余っちゃったよ。じゃあ5個ね、焼き餃子にしますか。はい、こんな感じでお願いいたします。はい、そうしましたらね、ここでお水をこの餃子の3分の1ぐらいのね高さまで入れます。はい、静かにね入れていきましょう。ガッツリーナですね。はい、こんな感じ、もうちょいだね、よっしゃ。はい、餃子の高さの3分の1ぐらいまでお水が入りました。そしたらここでね、点火一発ですね。はい、点火一発いたしましょう。であとはね、蓋をして焼き餃子焼いていくだけよ。蓋しますね。ガッツリーナとね、はい、こんな感じでお願いいたします。はい、蓋を閉めてですね、強火で、1分30秒ぐらいですかね、そろそろいいんじゃねえのみたいな。はい、こんな感じで水もだいぶ減ってまいりました。あとはね、これ一挙に強火にしてこの水をね全部蒸発させてしまいましょう。はい、いい感じでね、お水の方が蒸発しました。これでね、焼き餃子は完成となります。こっちがあれか、こっちがチャーハン用ね、パッコリな、これ崩れちゃってもね、オッケーで、こっち側が、あ、崩れちゃったよこれも、あ、ひどいな、ガッツンと、やっぱね、切っとくか、わあ、ガッツンと。はい、こっちが焼き餃子にしましょう。じゃあそしたらここにあれですね、またゴミアビーラ少々足しますか。はい、ゴミアビーラ少々足して、はい、飯ドッカン、はい、次もチャーハンいけよこれね。はい、そうしたらこれをね、あ、混ぜんこ混ぜりーなとね、はい、餃子の具出しちゃうよこれね。はい、そしてネギバンと、でスープの方もね、ネギバン入れて、はい、添加しちゃいましょう。はい、生玉ねぎ入ります。ガッツンことね。はい、これでガンガンガガンと強くね、はい、いつものチャーハンみたいにね、作っちゃいましょう。餃子を潰すよ。はい、そうしたらこっちのスープの方のね、餃子も、まあ、このまま食べたら水餃子風にしてもいいんですが、この中身出しちゃおうよみたいな感じでね、はい、スープの方もグッドングッドングルルンポンとねやってください。はい、チャーハンの方いい感じで仕上がってきたんじゃないの。味付けに入ります。ご飯の重量の1%のお塩、はい、そしてブラックペッピー、はい、スープの方もブラックペッピー一振り、はい、そしてもうちょいネギ入れるか、でお醤油一回しね、でオイスターソース少々ね、はい、オッケー。これを混ぜるだけよ、ガツンガツンとね。はい、
それじゃあね、混ぜちゃいましょうね、ガンガン。はい、いい感じでね、もうチャーハンも仕上げになりました。餃子のかけらもみじんも見えない感じ。まあ皮は少しやるか感じですね。はい、それじゃあね、スープの方味付けしましょう。黄金だしに対しての 1% のお塩ですね、こっちも。はい、ガツンガツンと。はい、そして香り付けのゴミアビーラ 2,3 滴、そして醤油も 2,3 滴。はい、これ完成よ。一挙に強火にして、こっちも強火にして、ガンガンガガンガガガンガッと、はい、止める。はい、それではね、お皿の方に盛り付けて食してまいりましょう。熱いよ。はい、手広の方にですね、チャーハン餃子を運んでまいりました。具がなんとチャーハン、卵、ネギです。そして焼き餃子セットになってます。はい、そしてスープ3点セットになっております。それではね、早速食してまいりましょう。さっきタレ使わないって言ったんですが、使いますね。ここに入れておきました。じゃあまず焼き餃子の方からね、ガツンガツンとね、いっときましょう。いやー、これ50円プラス飯だよ、ほぼね。安いよね。いただきます。うん、チャーハンいきます。そんなにスープいっちゃうかな。スープ入ります。この餃子の具のさ、かすからニンニクとか生姜の香り、これがいい旨味出すよ。はい、そして麺のね、餃子チャーハンです。いただきます。たまに来るこの皮のコリコリ感っていうの、ほのかに香るガーリックのお味、うまいね。餃子がうまいんだから、これにしてもチャーハンとスープうまいに決まってるって感じですよね。ほんとうまい。ちょっと熱いんでね。で最後にね、紅生姜添えさせていただきました。いただきます。おいしい。スープ入ります。いや、それにしてもさ、美味しいんだけど、いつまで雨降り続くのこれ。なんかずっと降ったような気がするんですよね。困っちゃうね。もう川とか結構ね、あの増流っていうの、増水っていうの、なんか水かさ増えてきてね、気をつけてくださいね、皆さんね。川の近くの、うちもなんつって川すぐそこなんでね、あれなんですけど。ということで、本日も最後まで無駄しまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はね、餃子チャーハンの作り方、しかも餃子チャーハンセットにしてしまいました。皆さん期待ありますよね。パッカンパッカンパッカリーナと、ぜひお作りになって食してみてください。本当美味しいよこれ。やめられないから。そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマークピョーン入れていただければ幸いかと思います。それでは失礼いたします。餃子チャーハン最高、餃子も最高、スープも最高。じゃあね、良い一日を。